岸田総理大臣が先ほど衆参両院の本会議で施政方針演説を行いました。では国会記者会館から門脇記者の中継です。はい、岸田総理が派閥の政治資金事件を受け政治の信頼が揺らいでいると述べると議場に厳しいやじが飛ぶなど政権に逆風の序盤国会となっています。国民から疑念の目が注がれる事態を招いたことは自民党総裁として極めて遺憾であり心からお詫びを申し上げます。国民の信頼回復を果たして政治を安定させその上で重要政策を実行してまいります。一方、能登半島地震をめぐっては岸田総理自らがトップを務める復旧復興支援本部を新たに設置すると表明しました。また経済の再生が岸田政権の最大の使命だとしてあらゆる手立てを尽くし今年物価高を上回る所得を実現していくと強調しました。力ない演説でしたね。裏金はですね、実態解明しなきゃいけませんから。この実態解明を演説に対する各党の代表質問が明日から行われます。